あの男と付き合ってるんですか。はあ、嫌です、絶対に嫌です。手を離せ、痛え。今日は全部俺が悪いです。留学している時にお世話になった教授が来日するので迎えに行きました。時間に余裕があるからと思って行きましたが、飛行機が遅れて結局ヒロさんをずぶ濡れにさせました。ごめんなさい、どんなことがあっても行くべきじゃありませんでした。俺には関係ねえ、お前とはもう別れたんだ。アメリカにでもヨーロッパにでも勝手に行きやがれ。ヒロさん、人に何も言わねえで勝手に留学しやがって、へこへこ帰ってきたと思ったら次はドタキャンかよ。バカにするのもいい加減にしろ。留学することヒロさんに言いました。嘘つけ。言いました。聞いてねえ。ヒロさんが忘れているだけです。ふざけんな。ヒロさん、ヒロさん、来んなよ。嫌です。来んなって言ってんだろ。ヒロさん、危ない。離せ、俺に触んな。ヒロさん、離せって言ってんだろ。お前に分かってたまるか。俺が一年間どんな気持ちでいたのか。すみません、だけどダメなんです。このままじゃ俺はダメなんです。ヒロさんと会ってから6年間、ヒロさんは自分の目標に向かって進んで、それを確実に達成していて、ヒロさんはすごい人なんです。それに比べて俺はただの学生で、医者を目指していると言っても本当になれるかどうかも分かりません。俺は4つも年下です。年の差がどうにもならないなら、せめて釣り合う人間になろうと思って。なんだそれ、釣り合うって。本当は留学期間は2年でした。でも頑張って1年で習得科目を修了しました。早くヒロさんに会いたくて。でも帰国したらヒロさんはもう助教授になっていて、また差が開いてしまいました。だから俺はもっと頑張らないといけないんです。もっとしっかりしないと、一生懸命しないとヒロさんに置いていかれてしまう。俺はヒロさんに追いつきたい、ずっと一緒にいられるような人間になりたい、あなたに並ぶことができる男になりたいんです。そんなの初めて聞いたぞ。こんなこと本人に言うことじゃありません。なんでお前がそんなことを思わなきゃ。最初に会った時から誰よりも自分よりもヒロさんが俺の一番だからです。追いかけていたと思っていたら、本当は追いかけられていて、捨てられたと思っていたら、本当は。ふざけんな。冗談じゃねえぞバカ野郎。ヒロさん、いい加減にしやがれ。俺はお前に会ってから全てがむちゃくちゃなんだ。一番なりたくねえ人間になってんだ。どうしてくれる。お前なんかに会わなきゃ俺はもっと冷静な人間でいられたんだ。なんでお前ごときのことでこんなぐちゃぐちゃにならねえと。ヒロさん、ならねえと。好きだ、好き、好きだ、好きなんだよ。好きで悪いか、好きじゃもうバカ野郎。なんでお前なんかに。最悪だ、最悪すぎる。絶対なんてありえないかもしれません。だけどはっきりしていることは、俺は
ヒロさん以上に好きになる人はいない。もしも、もしも自分がその人の一番なら、それはどんなに嬉しいことなのかと。ダメなんだ、こいつじゃないと。余裕ないです。好きという感情に限りはあるのだろうか。傷つけて、傷つけられても、嫌いになるどころか、いっそのこと、その傷が火傷みたいに形に残ってしまえばいいな。そうすればお前は俺を忘れられなくなる。そして離れられなくなってしまえばいい。こんなにも、こんなにも誰かを好きになって、俺はもう二度とこんな恋はしない。